で、また続きなんですけども。で、次はまた消しゴムですね。いろいろな、35ページ目はボールペンですね。蓋付きのボールペン。で、36ページ目にはクレヨンですね。なんかあんまり読んでいて面白くねえな、面白くないなという感じなんですが、それからパラパラめくってみて何か面白いものがあるか。ノートとかもいろいろ出ているんですが、ノートブックに書きなさいとツバメが言うというふうに書いた。ツバメノートっていうんでしょうか。ここで終わりですね。やっぱ1分は短いです。